コン2お待たせ、ユーストホット。始まるよ。あれ、いない。今日も3時間の生放送お疲れ様でございました。夕焼け、あれ、夕焼けホット839の後はユーストホット、ユーストホットです。です。お待たせいたしました。皆さん、お待たせしました。今日はね、あのリクエスト曲もとってもたくさんかけられたんで。はい。俺の声ちっちゃいな。はは。チェックワンツー。チェックワンツー。はは。チェックワンツー。チェックワンツー。ワンツーワンツー。今日はね、20曲かけましたよ、リクエスト。うん。ね。たくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。2曲だけかけられなかったのか、なかったのが、You'll be the champion。チューブの。チューブ。うん。この曲なかった。チューブの曲大体あると思ったんだけど。新しいやつなのかね。あとなんだっけ、黒沢さんのスーパーベリーズのモーターマン、鉄道関係のやつですよね。モーターマンかっこ秋葉原から南浦和って書いてあるから、うん、相当コアな。コアな。まあでもこういうのをやるとさ、こういうお題みたいのをやるとさ、うん、この鉄分の多さ鉄分多かったね。多いよな。普通に多かったね。鉄分と何？マシン系？エンジン系？機械オタクみたいな、ね。機械系。かね、車、鉄道。飛行機と。ね、飛行機。バイクと。典型的なオタクの集まりですよね。やっぱでも男性はね、そういうの好きですよね。これ乗り物系とかさ、こういうのでこうすごいわかるよね、なんかね、この帯でやってる夕焼けホットでもさ、はい、この曜日だけだろうね、きっとね。多分他の曜日やったらそんな、こんなにやれ鉄道だ、やれモーターオンだ、ロマンスカーのカタンカタンだとかあ、そう、他の曜日でもこんな感じじゃないのなかなかないと思うよ。そうですか、うん、ちょっと楽しかったよね、なんかね、どんどんコアになっていく感じがね、うん、カオリンの最初のうちのあの、え、撮っただけでロマンスカーってわかるんですかっていうねすごいよね。本当だよね、うん、ちょっとビビったよね、うん、私もだからロマンスカーが通る小田急線沿線だったけど、うん、今ロマンスカーわかんないよね、わかんなかった気がする。昔はピンポンパンポンってね、音がしてたから、うん、それはわかったけど、わかったけど通っただけじゃわかんなかった。すごいよね。でそういう時にいつも毎回メッセージを必ずくれている、うん、あの一番の鉄オタはあのオルゴールって感じ、ね、さすがですよね、ザカさん。音はそこまでじゃないんだってそうなんだね、やっぱこだわりは人それぞれでさいわゆる乗り鉄、撮り鉄、あ、そっかそっか、音鉄とかいるのかな、うん、向井さんの影響とかもあるんだろうね。向谷さんが最初なんだっけ、あのドレミファインバーターとか言ってる時、うん、わけわかんなかったもんね、なんか、うん、はぁって感じだったでも向谷さんの前でちょっとはぁみたいな顔をするとあの全力で説明されちゃうじゃん長時間にわたってお話好きな、ね、うん、雨はかぶんなかったですね。だね、雨の音とかね、うん、あ、風の音っていうのもあったけどね。あ、風の音はあった。そういう自然の音はあるかなと思ったね、うん、雨意外となかったし、うん、まあ、こんだけいい天気の中でね、雨っていう発想もなかなかないのかもしれないけどそんなことない、いいと思います。よかったですよね、はい、優しい雨っていうリクエストもよかったしね、うん、なんだっけ、後半のメッセージでもね、すごい今日、なんだっけ、あ、お祭りの音とか、
俺もでも最初に好きな音って思ったのは、うん、あの遠くで聞こえる鉄道の音なんだよね。大好きなの。あの前にもちょっと話したけど、日産も鉄分あるじゃないですか。鉄分をちゃんと含んでらっしゃって。俺がね前に町田のその中町のあたりに住んでた時って、結構線路からは離れてるんだけど、おそらく横浜線の中町でしょ、うん、結構離れてるのよ、うん、あの今のサルビア図書館とか。あ、離れてる。でもあそこで3階建ての3階の部屋に住んでて、うん、こう窓をちょっと開けるとね、ちっちゃい小窓だったんだけど、富士山がちょっと頭が見えるぐらいの、そういうとこだったの。その向こう側から、うん、なんかね鉄道のねカタン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 っていう音が聞こえるのよ。でそれが聞こえる時間帯って、うん、もうすごい周りの静かな。そうですよね、もう深夜、もう車も走ってないような、そういう時間ですよね。だから俺いつもそのいつも深夜のラジオとか聞いてて、うん、オールナイトニッポンの2部が終わるともう5時とかじゃないですか。でそのぐらいの時間にもう番組も終わって、もう勉強してるふりももう限界じゃないですか。ふりなん。そうするとしてない。そうすると最後になんか自分の好きな曲とかを聴きながら、ちょっとそこの窓開けると明るくなってきて、富士山がちょこんと見えて、うん、それで向こうの方からカタン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 っていう音が聞こえるのがね、うんうん、たまらなく好きでね。へー。だからもうどっかで暮らすなら鉄道のそういう列車の音がかすかに聞く、うん、あの今聞けるんじゃないですか。うわ、今みたいにうるさいの嫌なの。近いですよね今ね。パーンパーンとかガン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 とか言われると、踏切とかも近いしね。そうそう、目の前ガン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 とか言われるとそんなのはいらんね。そうなん、遠くの方でカタン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 っていう。それでもちょっとわかります、ね、私も子供の頃そういう感じで聞いてた。あ、そう、うん、その朝方の静けさの、そう、昼間は全然聞こえないんだけど、夜静かな時には、ね、その電車の音か遠くの藤沢町田街道を走っている暴走族の音か聞こえてくる音といたら、 あれも響くね結構ね。結構距離があるけど聞こえるんですよ、ね、意外と夜中だとね、うん、土曜の夜とかになるの。最近聞かないけど、聞かないけどね。どうなんですかね。結構長い時間聞こえたりするもんね、うん、あれ。通り過ぎるのが分かるくらいずっと、ね、すげえ長えって思う時あるもんね、うん、あるある。あったわよ、なんかそういう音、子供の時の記憶。なんだろうね、深夜からその朝方にかけてのその音ってね、なんかいろんなイメージが。だから銀河鉄道なんかも銀河鉄道の夜でしょ、うん、あれ銀河鉄道の朝ってなったら違うない？違う。違うね。銀河鉄道の昼でもダメでしょ。違う、夜でやってほしい。夜じゃないとダメ、ね、ダメダメ、夜じゃないと、ね、そうなんだよ。だから銀河鉄道が地球を離陸するのもやっぱり夜でやってほしいんだよね、うんうん、なんかそういうのあるよね。そうだね。小田急線より横浜線の方が騒音高いんだ。そうなんだ。遠くで汽笛を聞きながら的な感じかしらね。暴走族も高齢からなんだよ。そういうことなの。ね。遠くの駅のアナウンスが聞こえてくるのもいいね。あ、駅の近くとかに住んでたら聞こえてくるのかな。でもそれをね前にね、それもなんだっけな、好きな音だったかな、それをねうん、ロケットマンショーに投稿したことがあったの。ふかわさんがやってる、はい、J-WAVE の深夜の番組、うん、そしたらふかわさんがそれに反応してくれて、わかるっつって、うん、その深夜に聞こえるなんか列車のカタンカタンっていう音がすごい好きですっていうようなことを書いたら、うん、これわかるよねっつって、うん、これ実はそこ鉄道走ってないはずなのに聞こえるんだよとか、
え、あれそういうことじゃないんだろうなこの人この人妄想だと思ってるそういうことじゃないよ、ね、俺の妄想だと思ってる。本当に走ってるんだもんねそうそうそう早朝の多分、うん、貨物列車とかさ、うん、あそうそうそうね、そうね、通ったりすると。お疲れ様でした、うん、頑張ってね。あ、お疲れ様。その音っていうと俺最初に好きな音って言ってやっぱそれ浮かぶんだよね。うーん、なんだろうね、やっぱりそういう鉄道の響きとかって心地いいんだろうね。ね、あ、すっとこどっこい翔さんのリクエストの、うん、あれメールは紹介できなかったっけこれ。あ、メールは紹介しました、音は紹介しました、ね、瓶から液体が注がれる時の音っていう、うん、あの三好鉄星さんのすごい男の歌っていうリクエスト残念ながらありませんでした。三好哲星さんはなんか涙を拭いてから1曲だけしかなかったな。ムッシュかまやつさんかスパイダースの曲で、あの忍んでの曲をお願いしますってミュージックボックスさんがくれたやつには、うん、俺あのやつらの足音のバラードっていうそのはじめ人間ギャートルズのエンディングテーマの曲、はい、昨日ライブでも俺歌ったんだけどね。はい、そうでした。それをねかけたんだけど、うん、それのさ俺があの今日かけたやつとはちょっと違うバージョンだったんだけど、うん、ムッシュさんが釜内さんがなんかセルフカバーしてるやつだったんだけど、それのね今 YouTube に上がっててすごい再生回数が上がってるやつでね、うん、このやつらの足音のバラードを佐藤純さんがアレンジしてて、はい、でキーボードピアノとオルガン弾いてて、で松原まさきさんがギター弾いてて、ドラムがね島村英二さんっていうもう本当に超一流メンバーが集まってやってるやつがあって、それがまあまあまあめちゃくちゃいいのよ。うーん、ちょっとみんな聞いて、追悼だと思って聞いて、追悼だと思って。ムッシュかまやつさんのやつらの、やつらはかひらがな、足音だけ漢字、やつらの足音のバラード、バラードがカタカナ、こういうのね佐藤純さんがね、多分ね、なんかどうだったっけな、このバージョン絶品ですっていうコメントがついてる動画自体は、動く動画じゃないんだけど、これねすごい素敵。うーん、もう昨日から4回ぐらい聴いちゃった。そんなに、いやアレンジとか演奏がすごい良くて、これのさ、この曲の作詞ってあのそのはじめ人間ギャートルズの絵を描いたあの原作者の園山俊二さんだっけ、そういう人が詩を書いてんだよね。そうなんですね。 それで釜谷さんが曲を書いてて、うん、いろんな方が歌ってらっしゃるんですね。そう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 、キョンキョンとかも、そう、菅氏香さんとかね。でもやっぱりなんか他の人が歌うとかっこよくなっちゃうんだよな。あの歌元のね、あのアニメではまた違う人が歌ってるんだけど、釜谷さんのこのバージョン好きだわ。よかったら皆さんぜひ聴いてみて、もう今視聴回数が3万に近づいてる。すごいね。うん、イグロさんも交通機関にまつわる音とかね。ね。すごいよね。赤い電車。京急だね。ああ、これ京急のこと言ってるんだ。確かジャケットのイラストとかが京急だった気がする。明卓さんは飛行機のエンジン音、これもいいよね。うーん、飛行機のブワーっていう音。あのもっと俺さ風鈴とかさ、ああいう音が来るかなと思ったのよ。そっか、寒いからそこまで思い出さなかったのかな。あ、そうかも。私途中で、あ、うん、なんだっけ、青鬼さんが雪を踏む時の音、うん、あーサクサクいう、なんかグッ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 っていう、それを紹介しながら、あ、
秋になると落ち葉を踏む音もいいなって思い出しました ね。松田聖子さんの星空のドライブっていうのをリクエストいただいて、 あったからかけたんですけど、うん、カオリも初めて聞く、そう、あんまり知らなくて、シングルではないのかな、ね、俺も知らない曲だったけど、うん、池田哲彦さんも電車の通過音や走行音ね、ね、イゴールヒロチャンチンさんはあのお肉を焼こうとつってあの白ポロさんと被るっていうだったんだけど、本当はブレス音が好きって前から言ってたんだよね、うん、息のこう息継ぎっていうブレスの音が聞こえる方が、うんうんうん、あの好きです。それで桃色吐息だったのね。そうね、多分ね、息シリーズで、そう、息シリーズだと思う。ひな祭りだから桃ではなかったのね。どうなんだろうね、それ両方かけてあるんじゃないの。そうなのかな。リクエストが良かったですよね、みんなね、うん、路面電車の音っていうのもすごい分かるよね、路面電車、うん、意外だったのは千田高さんは電子音っていうね。ね、ちょっとCD デッキが壊れちゃったのかみたいな感じでしたけどPerfumeのポリリズムPerfumeの一番最初のあの頃ってまだなんかあのそういうのあったよね、うん、でもああいうことをすると絶対レコード会社の人がいろいろ怒られたりする。そうなの、紛らわしいって、そういうことするとね怒られるのよね、でそれがあのあれどうでした、私の手の中でピンポンが2つもあれ1個返してお、かしいな、2回持って行ったの、持ってきてくれたんじゃない西さんが、いやこれと、そしたらだって俺の方に1個残しとくじゃない、うん、わかんない鳴らし放題な感じになってる今でも出ないんでしょう、ね、意外とね意外とね、それでサーキットのおかみさんから、うん、カオリンに言わせたいっていうメールが、今西ラジだけど、うん、それ西ラジのネタなんだけど、はい、チンチン電車ってチン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 音をさせながら走るからチンチン電車なのかしら、チンチン電車かわいいね、まあ、要するにチンチンってカオリンに言わせたいだけのまあ西さんが読むんだけどねこんな香り読めないですよね、ちん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 言わされてもねと、まあ、たくさんのメール、はい、今週もありがとうございました。リクエスト曲がなかった方は本当ごめんなさいねもうあのザカさんからのシュニエとかね、うんあれはでもここにありましたよ、あそう、うん、日産のライブラリーからじゃなくて、俺の方のライブラリーじゃなくて、あのちゃんと曲の中に入ってました。なんだか愛見てのは入ってるのかな、アルバムが。さまざまなリクエストでね、この時期だとやっぱり昨日のメッセージテーマが卒業だったんだよね。はい。それで卒業の曲が結構かかったみたいで、ザカさんはなんだっけ、菊池桃子さんの卒業リクエストしてくれたかなんか昨日、うん、だったと思う、ね、今日は斉藤由貴さんの卒業だったけど、ね、かかりましたね、ね、これからまた来週とか卒業ソングのリクエストも来るかもね、ね、だんだんいっぱいあるもんね、卒業ソングの名曲はね、こうやってテーマをね、昨日のテーマ何だったろうとかずっと見てるとなんかだんだんこう取られていく感じがするよね。ん？なぜそして今日なんかあの耳の日を選択するかっていうね。耳の日だよ。ひな祭りの日にまたあえて、うん、ね、その耳の日をチョイスするところが香織さんらしいなと。ひな祭りだとあんまりなんかひな祭りの思い出とかもそんなにないし。いや女の子らしい仕草と。あなたの好きな女の子の
女性らしい仕草とはとか、ほうが多いんじゃないですか、きっとひな祭りのひなんかだと。ほうあなたの思う女性らしさとはとか、はあまあ耳の日だったんでね耳にしてしまう、耳にまつわる音にしてみました。あ、ゴルファーズを吸ったことがあるかいもね、いい歌ですよね。銀河鉄道の朝ってなると通学中の高校生でごった返すローカル線の姿を想像してるの。そしたらもう銀河鉄道じゃないじゃんね。そうだね、銀河じゃないもんね。銀河じゃないもんね。確かに音鉄の人本当に聞いただけでどこを何が走ってるか当てちゃう。すごいね。すげえな。すごいな。そしてこれから桜シーズンになるんだよね、はい、卒業と桜だよね。そうだね、3月4月は ね桜か。そんな季節になってまいりました、はい、3月3日でございます、はい、で明日と明後日、あれ明日、あれいつ、明日明後日、明日明後日ね、うん、なんだっけ、山崎団地でご案内して、ご案内してもいい、団地キャラバン町田山崎防災祭り、その時あなたはどうしますか。その時のために、それ防災特番その時のためにそうそうそう、防災ですよね。うん、結構いろんな体験ができるみたいで、あの起震車とかはもちろん煙脱出体験とか、起震車ってあの地震の揺れを ね実際に体感するやつね、うん、はい、とかあとほらあのマンションとかアパートとかでは隣の、うん、部屋とのベランダの、うん、壁があるじゃないですか、ベランダの壁境目にこうボードになってるところ、ね、あれを割るのも体験できるらしい。実際ね目にはしてるけど割ることなんて何かないとやんないけど、蹴破れそうじゃないでもかね、分かんない、どれくらいの力が必要なのかとか。でも前グーッと押したら、あ、これなら蹴破れるなって思った。本当ねえ、ね、そういうのを実際に体験できるらしいですよ。であとはだからその本当に身近なもので、うん、あったかく過ごすとか、はい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 、あったかいものを食べるとか、実際ね、まあ、トイレだとか、そういう大きな地震があった時とかね、うん、災害があった時とか、ね、どうすればいいのかみたいなのをいろいろと紹介してくれるみたいですよ。そういうのが、あのそれでその明日がしばちか、明日はセミマルさんとミカさん、あ、そっか、日曜日がなつきさんとしばちかちゃん、しばちかちゃんなんだ、はい、それとあとなんだっけ、マチダックスの人たちがリポーターみたいな、はい、そうですね、ことをしたりとかするっていう感じみたいです、はい、俺だけど FM ホッタッチ39の中で俺が一番山崎団地に詳しいと思うんだけどねそこは呼ばれないのねもうなんか自分で言っちゃえば飽きちゃいましたみたいなもう聞いててこうあのみんなあのリポーターの人も、うん、そこで喋ってる人も山崎団地のこと何も知らないから、あ、まあ、そこに、ね、詳しいわけではないもんね。だからなんか聞いててイライラするんだよね違うわ、その先のところにあるっちゅうねんみたいなじゃあご意見番として突撃すればいい。あのほら前にはほらリポーターのさ、うん、誰だっけ、横浜横浜だっけ、なんかあの芸人さんが、あ、はい、あの町田から出発して歩いて、はい、山崎団地を目指すみたいな、それ去年やってたかな、ね、そういうの去年か一昨年かそういうのやってて、うん、でそれでほらあの今この辺ですみたいなことを言ってもこう受ける側も喋る側も分からない、うん、あ、その距離感とか、そう山崎団地のそばに何があるかとか知らないから、うん、で俺とかは両方分かるから、うん、あ違うもう一本中をみたいなのとかさちゃちゃ入れに行けばいいじゃない邪魔してどうすんのよ分かんないよ、ね、その知識を買われて来年じゃあ日産いらないでしょ、来てくださいって言われるかもしれないよそんな知識地元の人が喋ればいいだけだ山崎団地はね、うん、
付き合ってた女の子が住んでてね。そういうね。そうだからそれでよく迎えにも行った。それで、一緒にバンドやってたメンバーが、ベースが山崎団地で、うん、その向かいの基礎団地に、ギターが住んでてみたいな。あの辺本当によく行ったのよ。団地多いもんね、町田はね。で俺藤野台団地に住んでて、うん、あの辺の団地はもうみんなみんな団地だ、みんな団地だもうなんかその時その女の子はあの 山崎高校にも通ってたから、そこまで迎えに行ったりとかしてたし、私もういろいろ思い出したくないこと思い出したいことたくさんあるんですよそうなんだそのすごい綺麗な、建物もあるんだよね。高層化 したんですか。そう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 、前に物を置いてはいけない、本当そうなんですよ、防災のためには。うんうん、そんなに、触ってみよう。じゃあ私もパリってなったりするよ。それでそんな弱くないでしょ。なる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 。だからそれが経年劣化で、本当に触っただけで、なんかいつの間にかひびが入ったりしない。多分なんか物がぶつかったりとかしたぐらいなんだろうけど、もう本当にね、柔らかいボードだから。懐かしいでしょ。山子行ったことないじゃない。当たり前だよ京都の人が町田の当たり前や。山崎高校懐かしいってソリさんありがとうございます。見えてますよ、ちゃんと覚えてますよ、ありがとう。 UR でもなんか随分違うんだよね。なんかその団地が、山崎団地はね割となんか新しい団地もあったりとかして、だけど他はもう錆びれていく一方でね青鬼さんは天下一品だったんですか。お、天一だったんだ。餃子定食食べて帰ってきましたって。いいね、天一行くか。天一行っちゃいますか。天一行くか西さんあのねってソリさん何あの団地ってでもさ、うん、あの昔は商店街とかさ、すごいアーケードとか、うん、ものすごいにぎわってて、あ、そういう印象あるね、うん、あの山崎団地はね、入ったところにロッテリアかな、うん、あったんだよね。へえ、うちから一番近いロッテリアだったんだよね。なんかロッテリアっていう時点で懐かしい ね。あんまり最近見かけない。あんまないでしょ。で前に俺山崎団地の図書館がある隣のなんかちょっとした音楽室みたいなところを借りて、うん、あれいくつぐらいだろう、バンドやったやりながらだったかな、その時にそこにあのオープンリールのやつとかバーッと持ち込んで、なんか自分のデモテープをずっとそこで作ったりとかした覚えもあるわ。山崎団地いいですね。あの南東にある公園から見える夕日が綺麗ですよね。見たことないけど見えるの西さん花粉症大丈夫ですかって。あ、今のところまだ大丈夫かな、うん、でももう今にも来そうだよね。うん、鶴川団地と山崎団地は多摩ニュータウンを作る際に実験の意味で配置建物が配置されているのでかなりゆとりがあるんですよね。あれ、坂さんなんか団地マニアとかでもあったんだっけ、なんか詳しいんでしたっけ。団地妻マニアなんだっけあーロッテリアねってもういいっすね自分でブレーキをかける商店街のね雑踏の音もねざわざわした。私ね花粉症ではないんですよ今のところね、うん、発症していない。あ、サンテオレだったっけ、ね、詳しい坂中さんがやっぱ詳しい、ね、近いもんねお家からねサンテオレって何。入って階段登って一番最初にあるところ、あれサンテオレだったっけ。サンテオレって何。そういうなんかハンバーガーショップみたいな、ジュースがなんかね
100% ジュースみたいな。あれ私よく買う行ってたとこなんだっけな、オテサじゃなかったっけか、サティワンじゃなくておもちゃ屋さんが斜めのとこにあったりとかね、サークル系じゃなくてなんだっけな、なんかあったアイス食べてた、いつも向かいが道挟んだ向かいが基礎団地だっけ、本町の団地になるの、あ違うな、いっぱいあってもわけわかんないんだよ。でそこにも商店街があるの、んで道を一本渡るとバス通りを、はい、それでこれね、そこのところの山崎団地のバスターミナルのところになんかお祭りの櫓みたいなステージを組んであのライブをやったりとかした、そこで、それでそこでライブやってる時にあれはどのメンバーでやった時かな、でもその時にまだデビューしたてだった春畑くんとかがチューブの、そうそう見に来てたんだよね確か、地元だから。そんなだそれの反対側のところのステージでもライブをやったりとかしてたんで、うん、もうねなんか思い出がいっぱい、青春ですね。あそこの銀行にもよく行ったな。なんで銀行に行ったのかな、そこ駐車場が止めやすかったのか。お塚くんはお塚くんで妄想に入り、ソリさんもマイペースで、町田のイベント今度なんか大きなイベントは、ま、特にないかな、公開収録とかはあるけど、ゴールデンウィーク中になんか一回やりますか ね, ね、なんかやれるといいね。今ね4月のねライブを埋めなきゃっつっていろいろ頑張っているところなんです、みんなでみんなで。なんとかね。サンテオレってなんだろう。三徳側が高段山崎団地、大丸ピーコック側が校舎基礎団地なのか。そうそうそう。基礎団地に入江浩二が住んでて、家族で。ギターの。そうそうそう。山崎団地にサビちゃんっていうベースの人が住んでて、すごい、みんな団地に住んでるね。そうなんだよ。というところ、山崎団地からする中継がございますので、うん、はい、そんな場所をいろいろ想像しながら、明日明後日ザカさんがなんか同時で解説してくれればいいんだよ。そのラジオ聞きながらずっとコメントこうやって書いてれば、ね、ああ聞きながらね。そう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 。Kさんが町田でオフ会的なものをやるようです。そうなんだ。ゴールデンウィーク中かな。町田で。ね。何お塚くんはこっちに来る予定があるんですか。来週のユーストショット乱入できるかもしれませんって。ここへ来るの？ここダメよ、入れないわ。サテライトスタジオじゃねえだから。あれ、来週は？来週は10日。私たちもね、その来週土曜日に今度また特別番組をやらせていただくんですよ。なんだっけ？ 3.11 特番。はい、3.11 を忘れない光で作る。そうそう、絆ラジオ町田相模原伴走行という、ね、はい、去年もねやらせていただいたんですけれども3月11日ということで、うん、3.11、ね、はい、東日本大震災6年になるんです ね, ね今年でね、ということで、相模原と町田でもライトダウンのキャンペーンとかもやってたりするんですけれども、うん、またその日は防災についてとか省エネとか環境とかそういったことを考えるような内容となっております。また珍しく西さんがこのスタジオに入って、ああそうだ、ね、向かい合って喋る感じになるんですよね。何時だっけ。6時から8時半2時間半ですね。土曜日土曜日6時から8時半、はい、
の間、珍しいよねその時間に。そうですね、去年は確か金曜日だったから。あ、そっか、金曜ハミングをお休みして確か特番をやったんですけど、今年は土曜日ということで。なるほど、はい、金曜日は普通に放送があり、土曜日11日がその特別番組をやりますということになってます。はい、ぜひ聞いてください。はい、日曜日なら遊びに行けるかなって。就活絡みで東京にて開催される合同説明会に。んー、おー、そっかそっか。そのついでに来られてもここはサテライトスタジオではないの2回言ったあ、リンクを貼っていただきありがとうございます。3月11日に合同説明会があるの。なるほど。んー、大変だね。でもね、わざわざね出てきてね。ねえ、北海道から出てくるだけでも大変だよ ね。そうか、もうそんな時期なんだね。でもね、とまあそんなのがある3月ですが、はい、大変ですよもうあれ兄さん今眠いですか？眠くないですけどなんかスローリーなあのね、あの町田ウエストボックスはもうすぐできなくなるかもしれませんおもう昨日いろんな人に言っちゃったんであれですけど、ずっと今度賃料が遅れるようなことがあったらもう出てってくれって言われてて、で1月に嘘みたいにイベントが入らなくて、それで丸1ヶ月全く売り上げが立たず、でそれをなんとか3月、まあ、そういうことがあったんですけど、3月までにそれが追いつけばみたいな話し合いはお願いはして、こうなんとか頭下げてそこまではつながったんですけど、今のところちょっと無理そうです。3月中にそれを追いつくのも、でもうそういうふうになったらもう、そうするともう僕らの方では、やるやらないはもう決められない範囲になってくるので、まああちらがどう判断するか、もうちょっと立て直してちゃんと借金返すまで頑張れっていうことになるのか、もうちょっとこんだけ何回も遅れてるからもう出てってくれっていうふうに言われるかは、もう僕の方ではもうどうにもできないぐらいのところに来ちゃったんで、まあ難しいかなという感じになっております。いろいろ頑張っていろんな人も協力してくれて、ね、イベントを入れてくれたりとか、すごい協力してくれてる人がいっぱいいるし、クラブイベントの方もずっとなかなかね入らなかったのを地元の人が力貸してくれて、なんとか、入れるようにしようじゃないかとか、いろいろ力を貸してくれる人はたくさんいるんですけれども、まあまあ、できる限りのことはねなるべく頑張って目いっぱいやって、それでもうあとはもうしょうがないなっていうかね、もう厳しいのは今どこもライブハウスってね厳しいし、クラブもそうだしね、なのでまあそういうふうになると当然店でやってるイベントも全部できなくなったり、ラジオの方も続けられるかどうかちょっとね微妙になってきちゃったりとか、いろいろと変化はあると思うんですけど、そのぐらい今厳しい感じです。とっても毎日本当に胃が痛くて吐きそうですそんな毎日を過ごしてます。まあなんとかだからね、4月とかも全然もうイベントがなくてガラガラなんで、いろんな人にお願いしてるんですが、なかなかやっぱりうまくは回りませんわというような
感じの日々です。というわけで、というわけであんまりこうなんかこうパーッと気持ちが盛り上がれないっていうね。なるほどね、うん、申し訳ないんですけど、まあでもとなれるようなことではないからね、生きてればまたいいこともあるだろうと思って頑張ります。まだ中が決まったわけじゃないんで、できるところまで一生懸命頑張ろうとは、できることは本当に全部やって頑張ろうとは思っております。さあ、じゃあ数字当てありますかこの流れでこの流れでね。ね。と。お題は？お題何にしようかな。私が数字を決めるのですよね。香里さんがじゃあ数字を決めて。そして今手元に2つ。2つ1個ちょうだいよ。1個ちょうだい。あげますよ。ありがとう。はい、あざっす。この流れで当てにくいよねまあでも すぐってことはないです。どのくらいになるかは分かんないですけど、もう予約もねだいぶ入ってますから、そこまでに、そこまでは続けられるような流れを作んなきゃいけないなとは思ってるんですが、まあどちらにしても続けていくのは大変ですわ、ちょっと難しいですわ。ね、本当に皆さんにも集まってもらったりとか、イベントに協力してもらったりとかしていただいているのに本当申し訳ないんですが、まあでもできる限りのことをやって、それでどうなるかはね、もう運を天に任せて、天命を待つって、え、なんだっけ、何を閉して天命を待つ、そんな感じです。お題考えよう。3月3日、じゃあ香里さんのひな祭り、はい、お家でよくひな祭りとかやった？実家では、はい、お雛様飾ってもらって七段のやつ、おお豪華だね。あとは何をしたかな、あとは多分普通にあられ食べたりとか、あられね、ちらし寿司を食べたりとか、うんうん、ありがとう、人事を尽くして天命を待つ こういうところにこうフォローされるのもなんか悲しいよねじゃあひな祭りでかおりんが久々に実家に帰ってひな祭りやったら、ひな壇に見られないものがっていうのと、七段のひな、おひな様飾りに見られないものが、そこに置いてあったもの、見られないものは何それ。久しぶりに実家帰って、じゃあ今日はひな祭りやろうっつってお家に帰ってみたら、なんかひな壇に変化が、何か置いてあったのかもしれないし、何かが お代理様がビリケンになっていたとかさそういうの、そういうの
あ、ちらし寿司ってひな祭りのものなんだ。ひな祭りにはなんかちらし寿司を食べるよね。そうなんだ。ハマグリのお吸い物とか。ボツカー君の投稿例が超面白い。ボツカー君がねこうやって投稿例とか説明してくれるのもありがとうございます。本当にすごい。あなたは数字当てが大好きなフレンズなんだねっていう、これが回答だとしてね。じゃあ今日はひな壇に、ひな壇に起きていた変化はっていうことでしょうか。かおりんが久しぶりに実家で広げたひな壇に起きていた変化は分かりにくいな。いいや、そんな感じ。数字決まったよ。数字決まった？うん。じゃあかおりさんが数字を決めました。今書いてたよ。書いてる音は聞こえてたよ。うん。バレた？大丈夫かな。大丈夫だよ。大丈夫だよね。わかんない。でも音聞いただけでね、どの鉄道が走ってるって分かっちゃうぐらい。そうだよね。おつかくん、今獣フレンズっていうアニメがすっごい流行ってまして、うん、それ関連のネタを投稿例にぶっ込んだ次第ですっていう、うん、こういうところがこう投稿例を書く人に向いてない。わからない。まあ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 、まあ、みんな知ってるんじゃないですか。でも獣フレンズね、したら流行ってるってことなんで。はい、行きました。あれ見た？そういえばスムスムっていうドラマ見てない。見てないか。あれ面白いよ。聞いたよね、前にスムスム、うん、コンクールのドラマでは。ドラマいつどこでやってるのか。スム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 ってあんまり 見たことないんですけど。まだ第6話ぐらいかな、確か。スムスムバカリズム脚本の日本テレビ、日本テレビで毎週水曜の1時29分から放送してる。あ、家に帰ってない。いつもその時間。あ、そう、深夜1時アコステの後とかだもんね。アコステ最近だって10時ぐらいに終わっちゃうでしょ。あ、その後ご飯食べたりして帰ったら。あ、そっか、うん、片付けしてご飯食べたりすると、うん、いや別に生じゃなくたっていいじゃない。うん、だからなんかこう見かけたことがないっていう。あ、なるほどね。スムスム、うん、今回見てるやつで一番面白いのこれかな。うーん、あとはあれ、バイプレイヤーズと。ああ、はいはい、脇名脇役の皆さん。そう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 。とカンヌ山田くんかな。カンヌはなんかついていけなくなりました。ちょっと勧められて見てたけど。そうね、うん、脱落した感じです私。そうね、うんうん、まあ大西さんがまだ、おー、獣フレンズね、知らねっつって元気が一番、元気があれば何でもできる。スムスムってそういう字なの？そう、スムにスムなの？ほら、天海祐希さん、ちょうどHuluで最近見始めてます。へえ、本当面白いんだよ。やっぱり猫が好きを見始めた時と同じような感覚。え、ああいう感じ？やっぱり猫が好きも、うん、ちゃんと台本があって進んで、シチュエーションコメディとしてこう
一箇所だけで進んでいくじゃない、うん、これも一部屋だけなのよ大体。部屋からも出ないのよ。それでちゃんとストーリーはあるんだけど、ストーリーどこまでが台本なのかどこまでがふざけちゃってるのかがよく分かんないような感じでね、夜中に一人で見てるといいんだわハマるんだわ、ね、よし、元気が一番、元気あれば何でもできる。ピロキさんも言ってるじゃないですか、明るく陽気に行きましょうってねこの間ピロキさんの独演会を見に行って、あの西ラジでは、はい、ピロキスペシャル、ね、ピロキスペシャルやってちょっと散々でしたよね散々って言うな、散々って言うな、みんな知らないって、みんな替え歌が知らなくてできないっていう、ね、知らないからいじれないよみたいなね、そういうのボケられないよみたいなあったんですけど、それの後にその独演会を見に行きましたっていうのをインスタグラムに上げたりとかして、うん、ハッシュタグにシャープピロキってつけたのよ、うん、そしたらピロキさんのツイッターから、うん、明るく陽気に行きましょうヒッヒッヒっていうコメントをつけてもらったんだけど、うん、どれを見ても明るく陽気に行きましょうヒッヒッヒって書いてあるからご本人がやってんだかなんか、あ、スタッフの人なのかもしれない、スタッフとかご家族がやってんのか分かんないけど、うん、そういうふうに書いてあって、あ、これシャープピロキっていうふうにすると、うん、きっとチェックをするんだなと思ったのね、うん、だから、うんうん、その西ラジでそのピロキスペシャルをやったのも、うん、シャープピロキをつけてもう一回アップしたりとかしたら見てくれるかな、見るっていうかそういうことをやったんだなっていうことがね、事実は伝わるだろうけれども、うん、その結果がほら、あのカオリンが言ったみたいに全然メールがいつもより来ないとか、もうちょっと盛り上がった盛り上がった時にそうなのよ、ハッシュタグつけた方がいいじゃない、そうだからなんか あえてやらないでおこうと思ってそーっとうん、うん、そのまま終わらせたんだけど、でももしかしてそのラジオのネタをあのシャープピロキってつけたら、あえ FM 相模でそんな風に特集してくれたんだ、うん、ピロキスペシャルやってくれたんだなって思われたらいいかなとは思ったんだけど、もし万が一聞かれたら、うん、ちょっとちょっとお聞かせできるような感じでは、ね、すげえメール少ねえみたいなこと言ってる、そうだね、だから本当にピロキさんのネタみたいになるじゃない、ラジオで私の特集をしてくれたんですみたいなのってメールが最近の中で一番少なかったそうです明るく陽気にいきましょう、本当にネタになりそうそんなになっちゃったらね申し訳ないもんね、なんかね、勝手に特殊スペシャルとかやっといて頼んでもいないのに、そうそうだね、勝手にやってるんだもんね、そう勝手にやって勝手になんかメールが少ないとか言ってたらね、そうだよね、こんな失礼なことないじゃないですかうん、うん、そんなこともございました、明るく陽気に行きましょう、はい、ね、就活家族ね、ね、インドの新会社に行かない誘われてるの今、あれ見てないの、見てないんだっけ、見てないの、そっか、なんか家にたまたま木曜日いると見たりしてるんだけど、続けては見てなくて、なんか大変なことになってたところは知ってる、うん、なんか行っちゃっても面白いと思うけどね、みんな一回じゃあバラバラになろうっつって、うん、ねよし、じゃあやろう、はい、明卓さんもお帰りなさい、お帰りなさいソリさんいいのよ、気使ってグレタスクニッさんお金送りますかっていうありがたいじゃないですか、ありがたい、ね、気持ちがねごめん200万円ばかりお願いしていいかな桁がでザカさんがまた優しくさ、うん、
あのボックスの通販とかで買い物するとかいろいろな形があると思いますよって言ったら、うん、それを受けたソリさんが坂さんって書いてあ、何のことか分かんなかったんだけど、これ坂さんのことだったのね、きっと坂さんにきっとソリさんはありがとうの気持ちを伝えたくて坂さんありがとうっていうのを言いたかったんだろうけど、そこに思わず坂さんって書いちゃう。今私何だろうと思って何を言い出したのかな、ソリさんと思ったらそういうことだったのかな。いや、みんな優しいね、ありがたいね、本当にね。エミさんちょんまげにって、ちょんまげにして何か解決するなら、うん、するけれども、ピロキさんと同じちょんまげにね。ソリさん5段買いましょうかっつって言って5段ギターね、俺ガットギター、あーはいはい、あれもね、昨日もライブで使おうとして結局使わなかったしね、うん、レコーディングとごくまりに香りのサポートで使うぐらいですもんね、もったいない、言おうとしますよ、5段は本当に。じゃあ200万円って高いもっといい新品のが買えちゃう、ね、全然買えるわ。ソリさん何も謝ることないでしょ。面白かった、面白かった , 笑いを提供してくれたもん、カオリン大奥ですよ坂さんじゃあ何だろうなと思って、バンさんとかなんかいろいろ頭の中に何だろう、ね、何が抜けてるのかなって思ってたんだけど、さあはいやりますか、やりましょう、はい、数字も、はい、今日は私ストップウォッチで、おう、え、決めた、はい、ストップウォッチでちゃんちゃんちゃんって止めた、それぞれ出てきた数字を、はい、そうです、もう全くランダムです、あんなことになっちゃいました、ね、あんなことになっちゃいました、こんなことになっちゃいました、あ、こんあ、まさかそれでこんな数字になっちゃうとはみたいな、はい、数字だそうですよ。さあじゃあやってみましょう、はい、カオリンが久々に実家に帰ってひな祭りやろうとしたら、うん、ひな壇に何か変化がありました、どうなってったでしょうか。スタ、え、用意してなかった、音用意してなかった、ちょっと待って、もう一回音用意します。ユーストホットよ、それではスタート。あ、なったなったなった。さあ皆さん、かおりんのひな祭りのひな壇、久々に実家に帰って開けてみたらどんな変化が起きてたでしょうか。おひな様がのきらめきがなくなっていたとか書かないようにね、みんなね。え、どうしたんだろう、ね、おひな様、ね、まだあるのかな、そういえばいつから出さなくなったんだろうとか、あ、そうだよね、全然記憶にないんだけど。ソエさん、2、3の力になりたいですって、ありがとう、厳しい香りって、ん、全部北の将軍様のフィギュアにすり替わってた、五人囃子がスマップに変わってた、おお。その五人囃子が四人になってたとかね、なんでよ、そしたらタイムリーやけど、なんでひな人形の代わりにこにゃんこが並んでいた、あ、それはかわいよいね、うん、お代理様のところにお見合い写真が立ててあった親心やな、重いね、親心、重いや、重いわな、でもちょっと面白いけどこれにカオリンがピンポン鳴らすのってだいぶ面白いね想像したらちょっと面白くていじられてる本人がなんかピンポン鳴らすって、コウモリの夫婦が語られていた、ひな壇が暴走族仕様だった、お代理様がピロキになってた、ボーリングのピンになっていた、三人勘定が北海道の熊の置物にチェンジ、お代理様ピロキ結構多いなリカちゃん人形が飾ってあった、 AB が祀られてた、しがら焼きのたぬき木の置物で七段飾り、これちょっと壮観だね、たぬきひな人形がドリフの動く大仏さんになっていた、
そんな大仕掛けなんだ。お代理様がカビゴンになってた。三人勘定が勘定三本に変わっていた。何それ。それは三本勘定やっつって。誰が突っ込むの。誰が突っ込むんだろうね。おしゃべり目覚まし時計になっていた。変な曲が流れる仕様になってた。何が流れるんだろう。ひな壇が射程で固められてた。お代理様や五人林といった男びながみんな後ろを向いてた。なんかやだ。三人勘定に子供ができてその分増えた。なるほどね。バカボンのパパが飾ってあった。ちょっと楽しいね。最上段が祖父母の位牌にチェンジされていた。お仏壇じゃん、ひな壇じゃなくて。そうだ、ね、早よ嫁に行けって書いてあった、ひしもちが焼け焦げてた。猫の置物が置いてあった。頭にセミが止まっていた。セミの抜け殻がなんかこう張り付いてたりとかしてる。よくくっつくよね。男性美な全ての顔が日産になってた。ひな壇が江ノ島エスカーの一部に使われていた。ひな壇。お代理様がまさかのジムキャリーだった。こけしになっていた。右大臣が酔いつぶれて寝ていた。にゃめ猫が飾ってあった。歴代のミュージックボックスのメンバーの写真が飾られていた。うん、今日のミュージックボックス、かおりの回ですからね。はい、そうです。ぜひ10時から聞いてください。コメントも Facebook の方でいただけると嬉しいです。猫のぬいぐるみになってた。なぜかサランヘヨットのいたずら書き。ひな壇が斜めになっていて、みんな頑張っていた。頑張っていたって。滑り落ちない。こう斜めになってってこうしてるんだね。これもちょっと想像すると面白いね。白いね。ダブルですよ。頑張っていたって。ひな壇がコンクリートブロック。一回500。あと1分にします。はい、一回500円でチャレンジできる射的にチェンジ。打たれるのやだな。ひな壇の人形が夜中になると冷蔵庫を漁るようになっていた。ドラえもんが飾ってあった。時々少し動くようになっていた。ひな壇が平らになってた。男びなが全員ドラッグクイーンおねえっぽい感じになってた。赤い毛線が青くなっていた。目から涙が出るようになっていた。怖い怖い。人形あるあるだよね。うん、ひな壇が今をときめくひな壇芸人に変えられてた。30秒前。ひな人形が邪魔で2階の香りの部屋へ行けなくなっていた。どこに飾って。どこに飾ったの。ちょっと面白い。五人林がドリフのメンバーになっていた。おひな様がバドコスしてた。もう竹ちゃん頑張るね。巨大化していた。みんな洋式便器に座っていた。ちょっと洋式便器、みんな洋式便器になっちゃう。はい、終了でーす。スイート終了。中から絵頭2時50分が出てきて、香りにボコられた。お姫様の髪がアフロになっていた。血でお前を許さないと書かれていた。怖い。この話ってさ、俺前にしたことあるよね。お前を許さない話。もういいや。早く嫁に行けと50段くらいになっていた。高いな。高いね。巨乳になっていた。ひな壇の人形が逆立ちをしていた。人形が家でした。ひしもちの台に札束が乗っていた。すごいね。ひな壇だけに古谷香り芸人でアメトークをやっていた。夜中に歩くようになってた。ジュネさん、このシリーズ行くとなんか止まらないね。ここで終了かな。はい、じゃあチェックします。はい、今数字知ってるのカオリンだけですからね。そうです。今カオリンが数字をチェックします。はい、思いもよらぬ数字になりましてね。だそうですよ。333とか。ん、なんかゾロ目とかじゃないの。ん。もう終了してるからね。さあ、これで値が今日
しばちかが明後日かまたその特番があったりとかするので、そうそう、しばちかちゃんが日曜担当なんだよね、夏木さんと初めての公開放送だって言ってた。あ、本当？うん、そっか、意外だな、ずいぶん長くねやってるからやってるかと思ったら。なのでしばちかさん、しばちかちゃん今日はユーストフットお休みです。はい、そうなんです。そうか、先週もあれだもんね、お休みだったんだもんね。お休みだったね、先週は。夕焼けホット金曜日ごとお休みしてたんでね、うん、ピンクの文字でな、スケベしようや、絶対気持ちいいからって書かれていた。お代理様が福山雅治だった。誰を喜ばせようとする。ひな祭りだから333でもいいなって。ソリさんありがとう、応援してくれてありがとう。プラレールさんが、ね、西座部430万円、書いときます。今日は3月3日、はい、数字のチェックも終わりました。はい、それでは古谷先生から発表です。どうだ、しばちかがいないと当てられてしまうのか。なし、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 はい、なしでした。知らんがなちゃんって呼ばれてんの、知らんがなちゃん。今日は事務編じゃなくてね、これはジョニーウィンターっていう人です。昨日事務編 T シャツだったっけ、一昨日だ、あれ昨日はなんかピカピカしてた気がする。あ、ライブだった、スタッツみたいなのがついてた。そう、昨日はライブだったんですよ、ロックマイソウル、はい、カオリンは7曲はい歌いましたよ、はい、歌いましたね。歯を削る音が好きな、しばちかちゃん、本当異常だよね、ね、本当ね、ガソリンスタンドの匂いが大好きとか ね、 好きとかね、変わってる。ちょっとわかるけど ね、 うん。残念ながら当たりございませんでした、はい、どうしよう、もう一回やる、何か違うお題でやりますか、それともロスタイムしましょうか。ロスタイムにしますか。チャンス、もう一問ぐらい、もう一問ぐらいあるから、でも当たりそうな気がすんな、もう一回やったら。ちょっと待って、俺数字を教わってもいいじゃん。いいよ、ザカさん1070枚、こちらです。おお、どうする、当たりそうな数字ではあるよね。そうだね、青鬼さんいるしね。ん、じゃあもう一問やるか。やりますか。よし、じゃあもう一問、はい、ほんとひげが伸びましたね。伸びたでしょ、引っ張りたい。伸びたでしょ。なんかこう横から見てもヒュッてヒュッてヒゲがなってる。ヒュッて何、ヒゲがヒュッてなってる、引っ張りたくなる、こうビッて。なんかこのここが。こんなに伸ばしたことないもんね、俺人生で。もう見たことない、うん、俺も見たことない。
こんな伸ばす前にもう痒くって大体いつも我慢できなくて剃っちゃうんだけど、そこを超えちゃったんだよね。そうね。もう一問やるとしたら、うん、ちょっと音としてはいね、ひげかゆいんですって、この中途半端な長さがね、そこを超えちゃうと大丈夫らしいんですけど。何がいいかな、お題どうしようかな。なんかもう一問、ひな祭り、ひな祭り、耳の日、耳の日、ひな祭りで耳の日で、ぎゅーとか言ってんじゃないよ。ぎゅーじゃねえんだよ。ちょっとやめて聞かないで。私のお腹の音を勝手に。さっきおやつを食べたのでね。うん、一生懸命消化している音だと思われます。そっかそっか。今日はなんか差し入れをいっぱいいただいて、ね、ありがたいですね、ひな祭りだからなのか、うん、ありがたいね。うーん、お腹の虫が住んでるのか。3月の3日でしょ。そしたら、うん、すげえな、ジュネスさんさ、ここで青みたいなこと書きながらさ、青みたいなこと10秒前にさ、うん、米国トランプ政権、北朝鮮に対する武力行使の検討作業入り、空爆の対象はとかっていうのを書いてる。それなんかニュースをツイートしてるとかみたいな、そういう感じの自動的にやってんのこれ。そんなことないよね。ここでピノキさんを絡めたら回答が減るのか。やめてよ。やめて。ピノキさんをディスらないで。ひなあられ、ひなあられではなくて、なんか今日ロールケーキとかね。ね。あと信玄餅のプリンとかどら焼きとか。甘いものとか、ね。甘いものをいろんな方からいただきました。ね。ありがたいことですよね、本当にね。はい、じゃあ、3月3日ひな祭り、ひな祭りと同時に耳の日、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 耳の日。この時期の町田でサンタクロースが目撃されたが、実は赤いシャツを着た西さんだった。これ何ですか。何だろう。赤面しましたって。どういうこと。どうしたの。ジュネスさんのツイートを、あ、読まれたから、見たから。あ、ツイートしてたら見られるもんね。ピロキさん今新宿末広亭出てますよ。そうなんだ。すごいよね、あの人たちの、あの働いてる数ね。一日に何本もやったりするね。早朝から寄席に出たりするっていうからすげえなと思って。任天堂スイッチの発売日だったんだよね。ね、テレビでやってた、並んでる人がいた。任天堂スイッチが分かんないからな。うん、そうね。
テンドースイッチか。ニンテンドースイッチだね。何だねってねえ、うん、何だろうね。またなんかザカさんも書いてるけど、あのミュージコが、うん、また電車がワープしたって騒いでる。ワープしないよ。言ってたんだよね。なんか考え事をしてるわけじゃなく、うん、なんか意識を飛ばしてる瞬間があって、うん、はって気がつくと3つぐらい先の駅になってるっていうね。寝てもいないし、うん、本を読んでるとかでもないし、集中しちゃってるとかでもなく、ちょっと一瞬意識が飛んだ。意識を飛ばすってどういうこと？そうすると次の瞬間にはもうね、うーんっていう。どうしよう。じゃあね、ロスタイムにしようか。今言うと思った。かおり前髪切ったの？あ、そうです、前髪が先週あたりから短くなりました。春なので好評ですね。ん、そうですか？そう、好評じゃないですか、なんかみんなから。そうですかね。あのここを通る FM ホットの重鎮の人たちもいいよね、あの髪っていいよね。あ、そう、うん、いつの間にかそんな話をしてさっき会長とはこう振手を振りましたけど、そう会長がいいよね、この方ね、手振っていいって言って、別に俺に許可を得なくたって振ればいいじゃないですか。へで実際に手振っちゃったっつって去っていった。力尽きたって言うと悔しいね、なんかね。いいよ、力尽きよ。え、なんかネタちょうだい。ちょうだい。ネタちょうだい。ネタ。観音様みたいってどういうこと？カオリの髪型？え、カオリの髪型が観音様？観音様ってこういう髪型だっけ？まあ、パッと思い浮かばないんだけど。え、そんな観音様？え、前髪クリッてしてるの？パッツンなんだっけ？え、どうだっけ？かわいいってジュネスさんも。ありがとうございます。より若く見える。幼くなるよね、ちょっとね、前髪があるとね。前髪をね、こうやって下ろすとね、うん、確かにね。音にまつわるネタがあればね。音ね。なんかさっきさ、すごい爆笑してなかった？放送中、うん、なんか誰かなんか言ってた？笑うようなこと。なんか真剣に読んでて、そっちでなんかすごい爆笑してるとなんかすごい気になる時があって、ね、なんか私間違えたかなみたいに。そういうわけじゃない。そういうのではないと思う。またなんか三上さんが変なこと言ってんのかなみたいな。また関係ない話題で盛り上がってたんだ。あ、そっかそっか、うん、結構このガラス一枚で閉ざされていると、ね、なんか気になるよね。急になんだろうって思う時がある。よし、音にまつわるネタでいこう。音、はい、いつもよりちょっと時間がかかっております。日産のごめんね、本当にね、こういうことは切り替えなきゃいけないと思うんだけど、なかなか思考能力がスローリーになっております、ね、今。なかなか人はそんなにね、簡単にね、切り替えってこうできないよ。
じゃあいいよ、あの金曜ホットで急に聞こえてきた変な音、うん、今もう今まさにすごい高い音私のお腹の音以外ね変な音出さないでよ、お腹浮いたんだもん前回ピーコッカ終わったのじゃね、はいお腹の牛以外でお腹の牛以外で何か、お腹の牛以外で、うん、その他何かありましたらそうなんか本番中にだからラジオの皆さんにも聞こえるぐらいの音よ、うん、ラジオ聞いてる、今の音何っていう。でもさ、そう今思い出したんですけど、うん、よくさ、うん、小学校の時とかもさ、うん、なんか朝礼とかでさ、体育館とかでさ、何座ってたりするじゃん、うん、そういう時にも私よくお腹鳴らしてたあ、そうなんか一人でキューとか言って、でもお腹の音ってさ、なんか、うん、あ、やばい、なるな、なるな、今絶対なるなって思う時にはうーってなるよね、なんかね、なんか今すごい、なんか今静かみたいなそうなんだよね、あれ、ね、そういうものだよね。なんか一時期ね、うん、すごい激しい時があって、うもうなんかギュルンギュルン言ってる私ちょっとおかしいんじゃないかなって思った時があって、なんか普通に夜寝ようと思って、あのベッドとかでこう横になってるとギュルンギュルン言ってて、そう、うん、いつの間にかそれはなくなったんだけど、しばらくすごい本当にお腹がギュルギュル鳴る人だったの。なんだろうね、あの、そう、あんまり多分お肉がないから、あの要するに防音ができてないんじゃない、そういうこと俺ちゃんと防音と防音剤吸音剤いろいろこう張り巡らされてるから、まあ、兄さんはちょっと逃走だよね。そうそうそう、だからだいぶ人に迷惑かけないように、その代わりいびきがでかいっていう。あよくビップルームで寝てるとゴーってね。この間はなんか打ち合わせに来た人が西さんが遠くでゴーっていうたんびになんかレコーディングとかで多分徹夜してた時だと思うんですけど、すごい徹夜続いてたもんね、何かいるみたいな感じになってそっちのビップルームを見てたから気になるよね、うん、ごめんね、今力尽き徹夜で力尽きてる人がいるんだって言ってそうなんですかって言ってたごめんね、ちょっと今もうあと1時間で餌の時間になると思うんですがあそこにいるもんだからって言っといてくれればみんな納得すると思うよさじゃあ金曜ホット夕焼けホットから聞こえてきた音、はい、何の音だったでしょうか、スタート。お腹の音以外、お腹の音はダメよお腹の音はよくあることだから、 それ以外で、ね、それよくある、ドラえもんマーチが流れてきた、もみあげ好きの私のツボです。遅れだった。あ、マミズムさんいつもここが好きだっていうね。 あそこいいよね、確かにね。西さんのいびきが聞こえてきた。カオリンが CM の間ずっとんちゃーの練習をしていた。なんでどこで披露するのそれ。しばちかが物を壊した。あ、結構今日静かだったね、でもとってもね。あ、本当ですか、うん、結構ドタバタしてるよねそう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 。ラジオ体操第一が流れてきた。イライラして貧乏ゆすりしていた。しばちかちゃんが無意識に発したへっという声。ぼー、焼き芋、焼き芋の音も懐かしいよね、あのぼーっていうやつとかね。パラリラパリラパラリラっていう暴走族の音ミュージコさんの叫び、しばちかの笑い声、タラちゃんの走る音。あの音いいよね。え、タラちゃんの走る音ってあった？ブルルッつって走っていく音あるじゃない、タラン。え？カビゴンの鳴き声。ニュース用語が難しくすぎてカオリの舌打ち。したくなる時あるよね。あるよね。共同通信によりますと。それぐらいならいいんだよ。なんか専門用語とかが出てくるとね。ああ、そうよね。
メールでもそういう難しいのとかあるもんね。うん、今のじゃあちょっと天海ズムさんに、サザエさん温度花粉を下げ忘れてリスナーさんの悪口が聞こえた。セミの鳴き声、異国の言語による言い合い、妖怪ウォッチが流れてきた、湘南の潮騒、なんで急にFM ホットのコールサイン連呼、いきなりふかふかだろうとカオリンが言った。セミマルさんの真似して、ゴジラの雄たけび、そういうことになっている。アトムが歩く音、全音階進行、そうなの？え、どういうこと？全音階、キョッ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 って音じゃなかったっけ。日産の聞こえてはいけないぼやき日産のあくびの声が乗ったゲイビデオの音声、何それカオリに突っ込まれてるやん。もう下打ちが聞こえてきたっていうの、下打ちはねしないけどね、でもしたくなるときはそうだよね、しないけどね。こんなもんか、こんなもんかな、終わっちゃったじゃあ終了して、カオリンがモノマネで着地しない飛行機雲を歌い出した。3 2ルンバの音、ルンバの音ってどんなの。終了、はい、ルンバの音、ね、どんな音するんだろうね。ルンバって本当のルンバ、ね、本当のルンバの音、掃除するやつエスカルゴと CM 前に突然叫んだ。豪快に水を飲む音が、おい時々これね下げないで飲んじゃったりすると、キューティーハニーが流れてきた。ここでザカさんの終了が入りました。はい、さあオリザの長い終了も入った。読みにくいコメントに舌打ち全然下打ちじゃないんだけど、今日、うん、あのたまたまタイミングが合わない時ってあるじゃん。タイミング、うん、それで、うん、あの俺これのね BGM で、うん、いろんなのの BGM があるんだけど、それの音が途中で切れるとこがあるのね。ほう、で俺大体大まかに多分これは他の人がつないでるんだけど、うん、例えば6分の曲があったとしたら、うん、その半分ぐらいで繋いでるのよ明らかに。あ、で繋いで倍の長さにしてるみたいなのがあって、はいはい、でそのタイミングでちょうど終わったら、その繋ぎのところがあんまり綺麗じゃないから、うん、そこでちょうど曲が終わった感じにふって下げて、うん、次 の, あの例えば天気予報の音を流すとか CM に行くとか、うん、こう次の曲に行くとかしたいわけ、はい、それでそれはかなりここでしっかり聴きながらやらないといけなくって、もう香りさせてるみたいだけど、その BGM をゆっくり聴いてて、あこれ終わるな、多分終わらない、多分あと 3,4 拍で終わる感じだなと思って、こうフェーダーに手をかけて CM に行こうかどうしようかなっていうぐらいのところで、香りが次のところでこれ喋りますって言って、それの声でその音を全部消しやがってあったなあそんなことあどうなったか俺分からないんだけど、そこ、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、おとなしくしてるよそういうのってあるよね。数字チェック終わりました。電話の着信音、木刀の素振りの音、掃除するルンバの音ね、ドレミファシャープ、ソシャープ、ラシャープ、ドっていう音、あそうなのと思って、んへえ知らなかった。えそれ手塚治虫さんがそうしたのかしら。アトムが歩くところね、えゲイビデオの説明いらないからトートバッグで叫びたくなる、トークバッグで叫びたくなる瞬間ですね。そう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 、キャーって、でももう酒、それをトークバッグにしなくても俺の顔がってなってるからね、しまったタイミング悪かったんだなっていう、伝えなきゃって思ったことだったんです。そうですよ、そうですよ、確かそっちの方が全然大事ですよそういうことはよくあるんですタイミングってね、うん、じゃあ数字のチェックも終わったと、はい、
それでは古谷先生から発表です。どう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 あったあったどう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 、あらあらあら、そうですか。なし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 、残念、ありませんでした。残念。うん、そう、当たりそうな数字なのに ね。じゃあ数字発表しちゃいましょうか。はい、ね、今日の数字はこちらです。じゃん、香織さんが残したのは119。ストップウォッチによりますと、最初止めたら1で、はい、1っていうのは、え、31だったとかそういうこと。なんかもう一番右側の 1.03 とかそういう秒数じゃないよ、もっと細かいやつかな。 0.、 だから 1.03 って言ったらそういうことなんじゃないの。そうかな。え、なえ、なに、俺のことを小馬鹿にしてるの、ね、0.00 だから 1.03 の3とかさ、そういうことじゃなくて 1.01 みたいな、そういうことでしょ、うん、そう言ってんじゃん。でもう一回やったらまたさらに0.01 みたいな、はいはい、で最後は09、ね、でした。だそうで、残念ながら当たり出ませんでした。ねえ、そっちかっつって、ね、119番だった。119ってね、うん、難しいにゃんよって。難しいも何もないのよこれ。今日は難しかったねとかそういうのないのよ。そうだね。100分の1秒ですよね。忘れた頃にストップウォッチ作戦、はい、カオリーすぐストップウォッチ作戦。もうだってさ、出尽くしちゃったんだもん ね。数字、なかなかね、見たところの数字は難しいでしょ、うん、こういう時にもう思い切って839にしてみるとかね。あ、そうだよね、うん、青鬼さん関係ないやんっつって。これは駆け引きやね。そうだね。だってそうしないとなんかあの青鬼さんのやる気がそがれちゃうじゃん。そうなんだ、じゃあ俺いらねえんじゃんみたいな。やる気を出してもらうための、やる気を出して一緒に盛り上がってもらうための、なるほど、作戦ですね。そうですよ。さあ、ということで今日は当たりはございませんでした。はい、残念でした。私の勝ち。そうね、あなたの勝ち。はい、さあ、ということで、では明日明後日は町田山崎団地で、そうだね、公開生放送ありますのでね、はい、会場に行けないという方はぜひ12時から3時ラジオで聞いていただければと思います。ぜひ。明日はセミマルさんとミカさんで、はい、日曜日が夏希さんとしばちかちゃん担当です。ぜひ聞いてくださいまし。はい、ね、私たちは今度西ラジですね。そうだね、はい、火曜日、はい、で3月11日の特別番組もよろしくお願いします。そうか、逆に邪魔する方にもあるっていう楽しみがあるんだな。うーん。さあ、じゃあ皆さん明るく陽気に行きましょう。最後は古谷香織さんの夜間飛行に乗せてお別れしたいと思います。はい、そうだね、もう次は西ラジだね。はい、でこのあと10時からのミュージックボックスは私の担当です。はい、こちらもよろしくお願いします。あの、高さんが今書いてくれたミュージックボックスのフェイスブックグループもありがとうございます。ぜひ参加していただいて、まあ、参加できないよっていう方はあの読むことはね誰でもできるんですけど、うん、書き込むのはなんかあのそのグループに承認されないといけない。そうですね、申請していただいて承認をいたしますので。 そしたらみんな大体誰でも承認してくれるので、はい、よっぽど嫌われてない限り。だから万が一こうあれ返事が来ないなと思ったらすっごい嫌われてるって思って。つっついてもらえると申請したんですけどって。ね、誰でもすぐ、あ、そうだ、天一行くか。はい、ね、じゃあ皆さんもお腹が鳴らないうちにご飯を食べてください。ね、
ではまたギューッつってポンプよくなるんだよね。ね、ほんとよくなるよね。なりやすいお腹なんです。なんだそうです。それではユーストホットもこの辺で、はい、今日も長い時間のお付き合いありがとうございました。お相手は西健二と古谷香織でした。さよなら。また来週。今日はひな祭りでした。あ、そうだよね、ひな祭りだったんだよね。さよなら。